まさかの未勝利に終わった2007年から一転、アロンソの復帰で2シーズンぶりの勝利を挙げていた2008年のルノー。しかしその裏では F1 の歴史に残る大事件が起こっていました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は2008年2009年のルノーのエピソード、当時のマシンについて解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。2000年代初頭にチームとして F1 に復帰、2005年と2006年にはフェルナンド・アロンソのドライビングと運動性能に優れるマシンで躍進を見せ、 F1 で連続ダブルタイトルに輝いていたルノー。しかしこの年限りでアロンソがマクラーレンに移籍、さらにはルノーのタイヤサプライヤーであったミシュランタイヤが撤退し、ブリヂストンタイヤとのマッチングに苦しんだことなども影響し、2007年は苦戦。前年までの強さが一転、上位争いに食い込めないレースが続き、表彰台わずか1回、優勝ゼロというシーズンに終わり、王座から陥落。当時ルノー本社の方針として F1 活動の継続可否は毎年判断するとしており、活動継続のためにも翌年も低迷することは許されない状況にあったのです。そんな中、2008年に向けてはチームに朗報が。2007年にマクラーレンに移籍していたアロンソがチームやチームメートとの関係が悪化したことを理由に、わずか1年での離脱が決定的に。そこでルノーのチーム代表フラビオ・ブリアトーレはアロンソに復帰を打診し、元チャンピオンを呼び戻すことに成功。ルノーにタイトルをもたらしたエースが再びドライブすることになったのです。そしてそのアロンソのチームメートとなったのは、あのネルソン・ピケの息子で、2007年はルノーのテストドライバーを務めていたネルソン・ピケ・ジュニアが昇格し、F1 にデビュー。話題性のあるコンビで2008年を戦うことになったのです。そして、この年のマシン、R28 は、ブリヂストンとのマッチングに苦しんだ前年の反省を生かし改良。テクニカルディレクターのボブ・ベルラが設計を主導したマシンは、ブリヂストンの特性に合わせ重量配分を前寄りに変更。さらにフロントのサスペンションロアアームの支柱はルノー独自の V キール形状からトレンドのゼロキールに変更されることに。フロントウイングもゼロキールの特性を生かし、積極的に仮面に空気を送り込むため中央部をくぼませたほか、フロントノーズはキール形状の変更に伴い下げられるなど、大胆な変更が加えられたのです。サイドポッドはルノー独自のエアロ形状を引き継ぐ形となりましたが、細部をさらにブラッシュアップ、復活をかけた意欲作となりました。復活をかけたシーズンとなるはずだった2008年のルノーですが、序盤は前年同様苦しい戦いを強いられることに。開幕戦オーストラリアグランプリでは予選でアロンソ12位、ピケジュニア21位と上位争いとは程遠いパフォーマンスに。レースではアロンソがなんとか4位まで順位を上げたものの、シーズンの先行きが不安視されたのです。アロンソは第2戦マレーシアグランプリで8位入賞、第5戦トルコグランプリで6位となるも、アロンソの腕をもってしても表彰台すら獲得できず苦戦。第4戦スペイングランプリではエアロに大幅なアップデートが施され、アロンソは予選2番手を獲得していましたが、レースでは徐々にポジションを下げ、最後はエンジントラブルでリタイア。厳しい戦いが続いていたのです。さらにルーキーのピケジュニアは序盤7戦を終えてノーポイントと、さらに厳しいシーズンに。当時のルノーのマシンは運動性能に優れる反面、過敏な操縦特性がありましたが、この年からトラクションコントロールが禁止された影響もあり、乗りこなすのがより難しいマシンになっていたのです。さらにこの年からエンジンの開発が2012年まで凍結されることになりましたが、ルノーのエンジンはライバルのワークスエンジンに比べ数十馬力は劣っていると見られており、いくらシャーシに改良を加えてもエンジンには埋められない差がある状況でした。しかしピケジュニアは第8戦フランスグランプリで7位に入り、 F1 初入賞を果たすと、
2005の第10戦ドイツグランプリではピットストップ直後にセーフティーカーが導入されるという展開にも恵まれ、予選17位から一時トップに。最終的にはルイス・ハミルトンに抜かれたものの2位に入り、 F1 初表彰台を獲得。チームにとってもシーズン初の表彰台となっていたのです。しかしチームは中盤戦に入っても純粋な速さの面ではトップレベルに及ばず、アロンソは表彰台ゼロ。シーズン中盤には復調の兆しのなさから F1 撤退の噂が再燃するなど苦しい状況は継続。アロンソもパフォーマンスの上がらないチームに不満を抱え、翌年はチームを離脱するのではないかとささやかれており、チームは窮地に立たされていたのです。そんな状況の中行われた第15戦シンガポールグランプリ。ルノーの首脳陣ブリアトーレとエグゼクティブディレクターのパッド・シモンズはこのレースでその5大問題を引き起こすとんでもない作戦を計画していました。このレースではアロンソが初日から好調をキープし、予選でも上位に食い込むのではないかと期待されていましたが、 Q2 で痛恨の電気系トラブルが発生し予選15番手に低迷。去就問題に揺れるアロンソを引き止めるためにも、なんとかアロンソを上位に送り込みたかったチームでしたが、大事な場面でトラブルが出てしまったのです。そこでブリアトーレ、シモンズは好調のアロンソをなんとかレースで上位でフィニッシュさせるため、予選で Q1 敗退に終わったピケジュニアにレース中にアロンソにとって都合のいいタイミングで意図的にクラッシュさせることを指示。ピケジュニアは当時、翌年以降の契約をめぐってブリアトーレから日常的に圧力をかけられており、翌年も F1 にとどまるためにチーム側のこの提案を承諾。チーム側の計画では序盤軽い燃料タンクでアロンソがなるべく重いマシンを抜き順位を上げた後、誰よりも早くピットに入り、ピット作業を済ませた直後にクレーン車などが近くにいなく、マシンの排除が難しいターン17でピケジュニアをクラッシュさせてセーフティーカーを出動させる作戦で、当時のレギュレーションでは圧倒的なアドバンテージを得ることができる方法でした。そしてレースでは予定通りアロンソが序盤にピットストップを終えた直後、ピケジュニアがターン17でクラッシュ。チームの目論み通りセーフティーカーが出動し、レースが再開されると大きなアドバンテージを得たアロンソはトップへ浮上。その後も別のアクシデントで SC が導入されるなど荒れたレースとなりましたが、アロンソは最後までトップを守り、トップチェッカー。シーズン初勝利を達成し、チームの作戦は成功に終わったのです。この優勝で勢いに乗ったアロンソは翌第16戦日本グランプリでも荒れたレースを制し優勝。アロンソは最終戦ブラジルグランプリでも2位に入るなど、終盤に上位フィニッシュを連発し、序盤戦で危ぶまれていたチームのコンストラクターズランキング4位確保に貢献。シンガポールでの優勝をきっかけに本来の調子を取り戻したアロンソは、移籍濃厚の論調から一転、翌年もチームへの残留が決定し、本社へ好調さをアピールできたチームも参戦継続がほぼ間違いない状況に。シンガポールでの作戦もこの時点では公に知られておらず、翌年に向けて弾みがつく後半戦となっていたのです。そして迎えた2009年、この年車両規則が大幅に変更されることになった F1 でしたが、ルノーは新車 R29 を投入。前年中盤の時点で低迷していたルノーは開発リソースを早々に新車に向けたこともあり、そのパフォーマンスが期待されました。 R29 は新規定に最適化した太く直線的なノーズを採用、多くの空力負荷物が制限された中でサイドポットの後方を一部あえて絞り込まずに引き伸ばすなど、大きく減少する見込みであったダウンフォースを確保するための工夫が随所に施されました。さらにこの年から搭載が許可された運動エネルギー改正システム CARS は各チームで採用状況が分かれたものの、ルノーは早期から開発を進め、これを搭載。ドライバーはアロンソ、ピケジュニアともに残留を果たし、前年以上の躍進を目指したのです。しかしワークスチームの中で最も少ない予算とされたルノーのパフォーマンスはこの年も厳しく、開幕から成績は低迷。アロンソは序盤戦でコンスタントに入賞を重ねるも、前年以上に競争力はなく、入賞圏内での争いが精一杯。
ピケジュニアに至ってはノーポイントレースが続き、チームのランキングも低迷したのです。非力なルノーエンジンのアシストになると思われたカーズも、むしろその重さからマシンバランスの悪化を招く結果となり、採用チームが序盤で軒並み制裁を欠く事態に。ルノーにとっては大きな誤算だったのです。そしてシーズン中盤には依然ノーポイントが続くピケジュニアに対し、チームがプレッシャーをかけ始め、シーズン中のドライバー交代を示唆。第10戦ハンガリーグランプリでは、チームがピケジュニアに最終判断を下すレースになるのではないかとされ、その結果が注目されたのです。このレースではアロンソがこの年一番の走りでポールポジションを獲得した一方、ピケジュニアは15番手。この年一度も Q3 に進めていなかったピケジュニアは、レースでも12位とまたしてもノーポイントに終わり、結局このレース限りでチームはピケジュニアを解雇。テストドライバーのロマン・グロージャンをレギュラードライバーに昇格させ、後半戦を戦う決断を下したのです。するとこれをきっかけに事態が大きく動くことに。シーズン途中で F1 を去ることになったピケジュニアは、ブラジルのテレビ番組へ出演した際、前年のシンガポールグランプリでのクラッシュはチームの指示だったと発言。さらにピケジュニアがその後正式にこの件を FIA に告発したことから、一部のチーム関係者だけが知っていた前年のクラッシュ事件が明るみになったのです。するとこの事件はチームが所属ドライバーにクラッシュを指示するという前代未聞の事件として大問題に。当初故意のクラッシュであることを否定していたブリアトーレやシモンズはその後、故意であったことは認めた上で、ピケジュニアから契約延長を条件にクラッシュさせることを提案されたと主張し、ピケ側に対して法的措置を取るとしていましたが、ルノーチームは事件の影響の大きさを考慮し、ブリアトーレとシモンズを解雇。世界モータースポーツ評議会の場でこの件が審議された結果、ルノーには2年間の執行猶予付き参戦資格の剥奪、ブリアトーレは FIA 統括のモータースポーツから無期限の追放、シモンズは5年間の追放処分が下されたのです。こうして F1 界を揺るがす大騒動の渦中にあったルノー。ルノーの有罪が決まると、メインスポンサーであった ING はスポンサー契約を破棄し、低迷するチームにさらなるダメージ。後半戦ではアロンソが第14戦シンガポールグランプリでこの年唯一の表彰台となる3位を獲得したものの、ピケジュニアと交代したグロージャンはノーポイントでシーズンを終了。この年はワークスチームとしてはかなり厳しいランキング8位と大幅に成績を落とし、激震のシーズンを終えたのです。前代未聞の作戦を成功させた代わりに、あまりに大きな代償を支払うことになってしまったルノー。信用が失墜したばかりか、成績は低迷し、首脳陣の追放にメインスポンサーの離脱と、チームは崩壊状態に陥ってしまったのです。いかがだったでしょうか。今回は2008年2009年のルノーについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。